ミヒール・クラーメルは、オランダ、南ホラント州ロッテルダム出身のサッカー選手。ポジションはフォワード。エール・ディビジョアル・ケーシーバ・バールバイク所属。クセルクセス・ d z b SBV ・ SB エクセルシオール・ナック・ブレダでユース時代を過ごし、2008年11月30日に、ヘッド・カステイルでのスパルタ・ロッテルダム戦でデビュー。しかし2009年6月30日に、 ナックとの契約は延長されずに終了した。2009年7月5日、FC フォレンダムと2年契約を結んだ。2009年12月4日の FC エメン戦では、プロサッカーでの初ゴールを決めるだけでなく、エヒテハットトリックを達成。さらにこれは、エールステディビジでの史上最速でのハットトリックでも、あった。フォレンダムで最後にプレーした2012から13。 シーズンでは22得点を記録。このシーズンのフォレンダムは最終日でリーグタイトルを逃し、POO でも昇格が果たせなかった。2013年3月29日、アドデンハーグと3年契約を結んだ。2年連続エールディビジ残留を果たし、2年目のシーズンにはリーグの得点ランキングで3位の17ゴールを挙げた。 監督のヘンク・フレーサーはこのシーズン前半にしばしば、クラーメルは、フェーノールトで成功できると得点力不足に苦しむ、自身の古巣に推薦している。2015年7月に、バニーヤース SC との契約に合意した。クラーメルは、金銭的に無視できないほど、魅力のあるオファーと認めている。実際に、アラブ首長国連邦に飛んで1年の延長オプション付きの3年契約を結び、 アドデンハーグは遺跡金約150万ユーロを受け取るはずだったが、その支払い期限の1週間以内に支払いが行われなかった。アドは再び交渉の席に就こうとしたが、結局この遺跡は消滅した。2015年夏の遺跡市場で当初、クラーメルに関心を見せていなかったフェイエーノールトが7月末に突然動きを見せ、 クラブ間交渉の末に2015年8月8日に、イノールトと,と3年契約で移籍した。8月16日の第2節 SC カンブールとのアウェーゲームで後半途中でデビューすると、16分後にチームの先制点となる初ゴールを決め、FOX、NL によって、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。ホームゲームでのゴールに恵まれていなかったが、11月22日の、 FC2 エンテ戦でようやくリーグ戦でのデカイプでの初ゴール。11月28日のエクセルシオール戦では、プロキャリア初のハットトリックを達成してフォックス、NL によって、マンオブザマッチに選ばれた。長身を生かしたヘディングの技術が高いが、ほとんどゴール前から離れず、チームのフットボールに加わることがないため、ボールタッチ数が極端に少なく消えている時間も多い。 決してフットボール能力は高くないがチームメイトへのスペース作りとチームがボールを持っていない時のハードワークは怠らない。ありがとうございます。